持って威嚇しております。さあちょっと危ない状況になっております。アンチェインのメンバーも止めることができないですからね。そうですね、あとスイッチを入れております。スイッチを入れております。チェーンソーとに危ない状況。スクランブルバンクハウスデスマッチ、軍曹が勝利を収めています。軍曹も広島ダブルプロレスからフリーダムズにすっかり定着しましたよね。そうですね、まあ、本当今やね、あの東京のファンも誰もが知ってるような存在になりましたからね。さあ平田に対して軍曹がチンロックです。そしてこれを抑え込み、大仁田がラスト FMW を白星で飾っています。大仁田さんよ、大仁田さんよ、10月31日後楽園ホール藤田和之天童橋野沢論会です。この男一度引退しました。だけど僕は長男です。はい、バカ野郎だって十分に分かってます。だけど同僚を思う気持ち、そして穂坂を思う気持ちは一緒です。今回この男がこの使用料を払ってくれました。本当にこの男気だけは耐え難いと思います。ぜひ皆さんご期待ください。それではすみません、ほどかのために帰ってこました。軍曹に一振り、しかし軍曹がバットを取り返した。場外カウントなし、反則裁定もありません。まあ、ケンさん、よりハードコアマッチに近いルールですね。そういうことになりますね。ああ今真剣、ほどか一の3ファイヤーよろしいですか。穂坂、元気にしろよ。みんなが元気がないと、お前。スクランブルバンクハウスデスマッチです。佐々木率いるフリーダムズ正規軍とアンチェイン連合軍の対決であります。さあ両軍がこれから所定の位置につきます。このスクランブルバンクハウスデスマッチはリング中央に置かれた公認狂気をゴングと同時に両軍が取り合います。さあいち早く平田智也が有刺鉄線バットを取りました。穂坂も帰ってきません。ぜひみんなで元気を出して帰ってこいよ。穂坂一の三番屋よろしいですか。9日お台場野外特設会場で行われたさよなら大仁田、さよなら電流爆破、大仁田淳ファイナルツアー。大仁田は史上初の有刺鉄線電流爆破デスマッチのダブルヘッダーに挑みました。1試合目は
それでは、行きますよ。おい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 帰ってこいよ、大阪。お気をつけください。さあ、そのトニーがチェーンソー。20分一本勝負を行います。青コーナー200パウンドチェーンソートニー、160パウンドイースナンコム、グランブルバンクハウスデスマッチ、チェーンソートニー軍曹藤田実る VS 平田智也マンモス佐々木隆。しかしすかさず平田が背後から襲います。このチェーンソーもね、本当やられたら一たまりもないですからね、人体あっという間に真っ二つにしてしまいますから。本当ですよね、はい、これはカットしなければいけません。おっとマンモスがクリーター240パのライジングヤングチューン175パのユイカ、175パのヤマト210 pounds, sexy, oh sexy, sexy storm, come on, Ricky Fuji! 工業とか様々なところに出没しておりましたけど、いよいよフリーダムズにやってきたということでね、入場シーンもすごかったですね。そうですね、戦争にまして、ね、ちょっと怖い素材ですよね。もともとそのチェーンソーを振り回すキャラクターで、このテリーファンクがね、はい、チェーンソーチャーリーっていうのを当時やっておりまして、はい、まあ、それのオマージュで、もうあるということですよね、チェーンソー当時にね。
取りました。おっとローブロー、反則裁定はありません。バンボスがロープに振る。おっとヘッドシザース、しかし難なく返していきました。マンボス佐々木、そしてレザーと因縁のあったフレディがスイッチを押すと大仁田がバットを握りました。火薬量5倍の爆破でレザーを粉砕。パワフルな技がやっぱ映えますよ ね、 そ、 うですね、そしてジャーマンスープレックスホールド。平田はどんどん成長してます ね、 いいですね、この肉体でジャーマン放つ関本大輔のようですよ ね、 そうですね、おっと、何ですか今のは。これは先の尖った凶器のようなもので突き刺しました。はい、あの突き刺す、ね、攻撃と非常にいい働きをしましたよ ね、 そうですね、クリスマスの夜に黒いキリストが勝利を挙げるというね、本当ですね、まさにこれ分祖のための一日という感じになりましたね、軍祖とオリジナミドル、このアンチェイン、そのアンチェインにチェーンソートニーを加えた連合軍が勝利であります。いやデスマッチ志望の平田、ちょっとねこういう、気がついたらそうなってるというケースがよくありますからね。さあ藤田が軽く素振りをしてから優位接戦を平田の顔面に突き刺していきます。まあ、あれ素振りは重要ですよねやはりね、ネクストバッターボックスでサークルでみんな振ってからやっぱり、ね、あのバッターボックス入るんで、おっとちょっと危ない体勢になっている平田、スイングショット、あのしかし橋本がバックアバットを構えると、なぜか家臣が大仁田を助ける謎の行動を。ここでは結局爆破の餌食となった大仁田でしたが、ジャブ。佐々木が雪崩式を狙う。
とそのトニーが優先戦バットを持ちました。このバットを有効に使うか、いかに有効に使うかがこの試合のポイント。おっと空振り、あーっとすごい優先戦バットごと吹っ飛ばしました今。200ポイント降りた勝機と見てもう畳み込むでしょう。軍曹は有刺鉄線バットを平田の体の上にセット、そして自らトップロープに上がっていきます。何があるか、流血の軍曹が飛んでいく、ダイビングギロチンドロップ。平田返せませんでした。いや軍曹が先ほどのこの対処していくように、そうなんですよ ね、パワーだけで通用するようなね、あの世界ではないっていうのを多分デスマッチの中でね日々痛感してると思うんですけども、けど平田にしかできないデスマッチっていうのがあるわけですから、はい、そこに開花してってほしいと思いますよね。おっと、いやもう試合終わったらチェーンソー振りますね、やめてほしいですよね。トニの定評があります。身を乗り出したマンモスが入る。マンモスが有刺鉄線バットを持つ、これだけの肉体を要していながら、
入れるとは予想もしないでしょうからね、いやチャンスだったんですけどもね、一転して平田が大ピンチ、スーパーパワーボム、さあ平田大の字、佐々木ありがとう、すみません、今回橋本選手と佐々木選手が協力し合って僕を呼んでくれました、本当小坂のために佐々木立てよ立て、本当にありがとうございます、もう小坂と付き合ってこの武器を持ちますマンモス佐々木、まさに鬼に金棒といった感じであります、おっと空振り、藤田が滑り込んだ、マンモスがバットを落としてしまいました、マンモスがかわして、おっとマンモスがヘッドスタンスを見せた、野沢抑え込むもここは大仁田も維持返していきます、ならばと追い打ちに出るガード助、しかし大仁田も毒斬りで応戦、これで再び流れを自分に引き寄せた大仁田、ちゃんとこうやってザ・グラディエーターの技を受け継いでくれてるのは嬉しいですね、形を変えたグラジエーター対レザーフェイスとかありますね、FMW イズム、おっとローブロー、マンモスこの辺りはうまい、佐々木隆であります、対決戦に送っていく、軍曹がビッグブーツ、you
wire is wrapped around that bat. Oh, oh God, another explosion! Good God! That was the biggest explosion yet. The fireball erupted in the air upon impact. Oh, and into that barbed wire board. Two and three.30年の月が経ちます。最後は防護軍団でした。そして僕と一緒にこの新木場のリングにも何回も一緒にタッグチームとしてやってくれました。そして感謝したいのはあなた方と、そしてまた40人のレスラーが穂高のために穂高のために頑張ってくれたことを心から6人タッグデスマッチ。試合開始早々レザーフェイスが乱入し大仁田を襲撃。戦いが続いております。チェーンソートニーを痛めつける。結構体でかいですからね。大きいですね。チャンスと見たチキンスワマは電流爆破バットをお見舞いします。さらにその標的は大仁田を解放していた中野タムエ。中野憎しのモンゴルが電流爆破バットをフルスイング。この一撃で中野は失神に追い込まれてしまいました。鉄製のこの扉を使って攻撃していきます。場外で その後もギタークラッシュなどで劣勢となった大仁田。それでも起死回生の毒斬りからチキンスワマにスタナー。大仁田軍が反撃に転じると電流爆破バットでチキンを丸焦げに。さらに孤立した無敵こと野沢に You come to Japan. I saw you. I saw you. Where? Where?
空棒電流爆破8人デスタッグデスマッチ、大仁田軍と家臣軍が激突。最後の北海道での試合となる大仁田が早くも劣勢。この辺はやはりベイスターズファンだけにバットの使い方がうまいですよね。おっとミサイルキック、平田のミサイルキック、佐々木のトラースキック、平田オクラハマスタンピート、いいですね、がっちり抑えた。デスマッチの中でね、アンダーファイヤーパワーボム、これが完璧に決まり、1,2,3 ファイヤーで大会を締めました。で反撃開始。野沢にこれでもかと椅子を振り下ろすと、必殺のファイヤーサンダーパワーボム。しかしカットが入りカウント2。反撃に転じた家臣組でしたが、チェンソントニーのラリアットが誤爆。すると家臣は、got that bat. Wait a second. Oh, God, another exploding bat! Lord almighty! FMW's place in wrestling in 2017. Oh! Oh, oh, that's the bat Onita wanted. Look how much barbed wire.電流爆破でトニーを撃破。
邪道の背筋を避けた家臣でしたが、がっちり握手。電話がかかってきて、肝臓と大腸に何があるステージ4だって言って暗い声で電話が切られました。だけど僕らは信じてます。絶対このリングに保坂秀樹が帰ってくること。そうじゃないか。大仁田にバカバットパス。最後は大仁田が豪快な裏腹に早速捕まってしまいました。さらにピンチの大仁田でしたが、ここはレッドミストで反撃の狼煙。敵を爆破に追い込む。いましたけども、はい、これだけのネット社会で怪奇派をね貫くっていうのは。
嫌な流れをひっくり返します。そして三段ファイヤーパワーボムで野沢を仕留めに行くと、これはカットでカウント2、再び流れは CZW に。佐世が爆破の餌食になってしまいます。強烈な西側の完敗の攻撃、まあ、ご覧の通りこのチェーンソーね、トニーは、まあ、レーザーフェイスをオマージュしたレスラーですけどね、FMW とか大分やっぱりもうスペシャリスト同士ですからそう簡単には使わせません。そうですね、さあ客席に佐々木が突っ込んでいきます。チェーンソートニーを捉えた。おっとマンモスが I have ever seen have happened in this building.すかさず藤田が河津崖から河津落とし、有刺鉄線バットの奪い合いになっている。振りかざしたところに背後にはマンモス、バットを奪い11 years career I have goosebumps. Oh, he just busted that chair. That was the biggest explosion yet. The fireball erupted in the air upon impact. Oh, and into that barbed wire board. Two and白肌でやろうとしたんですけどね、はい、ロープを振っていきます。軍曹バットは空振りに終わった。佐々木が軍曹を場外に追放します。いろいろ言われますけど俺は俺の生き方を最後まで貫こうと思います。ありがとう。
そこに仲間が続いていくと、大仁田はレザーを捕まえます。してますね。チェーンソー取りに入ってもらいましたよ。ウルソンは何やらトニーと言葉を交わしました。連携していきます。ダブルのタックル。ちょっと平田が防戦一方になっています。おたけび上げましたよね、チェーンソー取りね。あのレザーフェイスはおたけびがですね、ウガーとウンガーの2種類があるんですけども、こちらはウガータイプですね。初代レザーフェイスがウガーで、2代目レザーフェイスがウンガーだったんですけど、なかなか難しい見極め方ですね。現在のた選手は本当よくこの黒のショートタイツでデスマッチやってるなと思いますよね。ストロングスタイルの象徴の黒のショートタイツ、黒のリングショート、しかしデスマッチがやりたくてフリーダムズに入ってきたというね。平田はデビューして1年が経ちました。24歳です。さあその平田に対して、おっとドロップキックで座面が抜けました。ルーキーの平田が狙われております。フリーダムズ正規軍に対するはこのアンチェイン連合軍。藤田がボディスラム、先ほど抜けた座面をセットして、おっとギロチンドロップを投下していきました。軍曹であります。ちょうど椅子の角っこがもどもどを貫くようにね、ギロチンを落とすというところもやっぱり高いですよね。おっと軍曹が血を吹いたでしょうか。藤田実であります。おっと右腕ちょっとバランスを崩した。しかしすかさず立て直していきますが、you
この状況の中でしたが、大仁田はテーブルの板でトニーを捉えると佐世とともに巻き返しへ爆破。さらにトニーをしっかり捕獲してダメ押しへ。これを抑えてカウント3。 CZW との戦いは邪道軍が制しています。大仁田が FMW のリングで行う最後の爆破マッチとなった15日の木更津大会、メインは鬼棒電流爆破デスマッチ。この日は3本のバットのうち1本が5倍の威力という中、試合は当然狙われる大仁田ですが、なかなかね難しいでしょうか。平田がいつの間にか流血してますね、はい、先ほど藤田選手にやられていたので流血したんじゃないでしょうか、はい、そして軍曹選手も平田、そして軍曹の額が割れております。スクランブルバンクハウスは本当どこで取るThank you.
正念場ですね。そして動きが止まってしまいましたね。逆に12月24、25日しか出せないブレンバスターということになります。佐々木がバットをセットしてその上にもっと今週の人生も人生も人生も自分一人気づくもんです。ぜひこの少年のために頑張れよ。一流さんファイヤーよろしいですか。元気ないな。お前、俺、お前、この前に3本仕事してんだ、お前。はい、それでは皆さん、はい、結局、今日はテレビも入ってますんで、侍じゃありません。日テレが入ってますんで、で最後に、最後に、大きな声で、頑張ろう、自分自身にとってください。年末、年末です。それでは、来年も頑張ろう、トレモント、ハイド、トニーら CZW 勢との対戦です。お前ら何になりたい。
ありがとう。はい、ずっとボクシングやってます。はい、この体で強いです。1日2度の爆破マッチとあってダメージは最小限に抑えておきたい大仁田でしたが、そんな思いとは。新宿大会の試合前、アジアタック選手権に関する記者会見が行われました。爆破は回避。その後も迫り来る敵の攻撃を何とかしのいだ大仁田は、ここ数年対角線に向かい合ってきた野沢を捉えて反撃に出ます。テーブルの上に強引に引きずり上げると、パイルドライバーで真っ二つ。これで流れを完全に手中に収めたかと思われましたが、矢口の毒斬りにあってしまうと大仁田劣勢に。そして
爆破の餌食に。